中国・広州で行われているアジア大会で、北朝鮮サッカー選手の行動が批判を浴びている。1日に行われた日本との準々決勝に1対2で敗れると、試合終了直後に複数の選手が審判に詰め寄ってこずき、威嚇するかのような行動を見せた。また試合中には、日本のスタッフに剣を振り上げ、水ボトルを奪う蛮行。これに韓国誌スポーツトゥデイが、 サッカーの試合ではまず見られない非常識な行動、と断じた。画像、サッカー日本に敗戦直後、怒り爆発の北朝鮮選手が審判に詰め寄るまさかのシーンこの試合は1対1で迎えた後半33分、日本が得た PK を MF 松村優太、鹿島が決めて決勝点となった。北朝鮮の選手は反則ではないと抗議したものの、判定は変わらなかった。同志は、 問題は試合後の北朝鮮選手の行動だった、として物議を醸している場面を伝えている。北朝鮮選手たちは終了のホイッスルが鳴った後審判に突進し、判定に対して強く抗議した。判定に不満を抱いた選手が、試合後審判に抗議する姿はしばしば見られるが、この日の北朝鮮選手の抗議は度を超えていた、審判が選手たちから離れようとしても、必要に抗議を続けたという。 スタッフが無理やり引き剥がして審判団の安全を確保したほどだった。さらに試合中には後半27分過ぎ、プレーが止まっている状況で北朝鮮の DF キムユソンが日本のスタッフから水のボトルを引ったくるようにして飲んだ場面もあった。同志はこの行動を厳しい言葉で休暖する。日本のスタッフを殴ろうとする動作をとり、スタッフは驚いた。 この場面を見た審判はキムユソンに警告を出した。サッカーの試合ではなかなか見られない非常識な場面だった。記事は北朝鮮の男子チームは競技結果はもちろん、マナーでも非常に残念な姿を見せて公衆を離れることになった。と締めくくられている。